はい、ドドンと8時です。来ましたね。はい、8時で、5月21日木曜日。来ましたよ。僕の幼馴染の誕生日です。誕生日です。はい、公式チャンネル、ニコニコ生放送インフォメンド、インフォライブ、よろしくお願いします。お願いします。サブ MC は、ダティさんです。お願いします。いいっすね。久々に来ましたよ。さすがに。ムムえー、無料案内所のムでございます。無声のムではございません。無修正でもございません。ございません。無修正した、修正した方がいい話も多々ありますけどね。タティさん、今日はあのタイトルにも出ている通り、やべ、何やろ、女の子出ます。タテイシ暴走か。ついに来た。ありがとうございます。そういうことですね。タテイシ暴走の間、今現在無修正で1回暴走しましたね。暴走。1暴走入りました。あ、それも暴走に入るんですか。はい、一旦暴走入りましたね。いや、こういう感じでタテイさんにはちょっとね、エンジンをかけていってもらいながらね、ちょっと行きたいなと。タテイさん、若干、見切りしてますよ。どう若干見切りしてます。それぐらいですね。OK です。では、では、そんなタテイシさんとお送りする第一発目のコーナー、お願いします。よっしゃ、恒例もですね。はい。じゃあ、今日は、どないやねん、どないやねん、はい、早くできてるんで、サクサクと終わらせます。サクサクと終わらせますね。でもサクサクと終わるかな、これ。これね、このままの次の、 あの女の子の話もつなげようと思ってるんで、今日はこんなもん持ってきました。じゃあ、はいはい、初めてのデートは…てんてんてん。おぉ、おぉ、初めてのデートはこういうとこに連れて行った方がいいっていうのが心理学者からのアドバイスで出てます。あ、だ、え、この間どんなやつだ。この間はね、あの、また別なんですよ。これね、初めてのデートは暗い場所がおすすめであると。暗い場所、これなんでやねんと、うん、なんで暗い場所やねんって、スケベな理由がノンノンノンです。女の子はよ、ちょっと待ってください、ちょっと続けるんでね。これね、アメリカにね、ケネス・ガーゲンっていう人がいるんですけど、うん、この人が、ある心理学の実験を起こるんですけどね、うん、こう男女の知らない人をペアにして、うん、明るい方の部屋と暗い方の部屋っていうのに入れて、実験を行う。実験したいな、うんうん、この時にどういう行動を取るかっていう、うんうん、でこれね、明るい側の人らはね、こうちょうどいい距離感で当たり障りのない話をするという結果に終わるんですけど、うん、こう逆にこう暗い部屋に入ったカップルっていうだと、ペアっていうのは、うん、なんだかあるらしいです。ちょっとこう親密な話もして、距離感もちょっと縮まって、なんならちょっと初めて出会ったペアやのに、ちょっと体を触れ合うみたいな実験結果が出たそうです。これは俺も暗い方がいいわ。そうです。なぜそうなるのかというとですね、明るいと見えすぎる、まあ、そういうところでそのパーソナルスペース、自分のこう心理的スペースっていうのを守ってしまいがちになるんで、ただ暗くなると人間っていうのはちょっと若干本能的に不安になるそうです。この不安を少しでも解消するために人と近づこうとするらしいです。なるほどね。ということは、初デートというのは明るいところに行くよりもこうバーやとかカラオケ、なんでこれバーとカラオケなんやいうことはですよ、これ2人で横に座るわけなんで、うん、こう2人で座って会話もしやすい、先ほど出たそのパーソナルスペースを埋めやすい、うんうん、暗いんでちょっとドキドキするみたいなのが相まって初デートは成功しやすいらしいです。いいこと聞いたらしいです。ダディさん、さすがこの状態でこの年齢でしょ、まだ初デートスポットを探るっていうね。さすがですよ、ダディさん。じゃあそのスタジオダメ。そうですね、上から照明バチバチ降りてるんでね、明るすぎてダメです。ただまあ、それでも明るいじゃあ場所ダメなんだっていうことなんですけど、例えば遊園地、こういうとこはお化け屋敷を有効に使ってください。行きたい。お化け屋敷は絶対行く。こう暗い場所でありながら何が出てくるかわからんっていうドキドキ、これがまあ、俗に言う吊り橋効果ですね。これと相まって恋愛感情に発展しやすいだとか、水族館、ちょっと夜行性の、うん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 、こう生物を見たりするところで、暗いとことかでなんかこうぼんやり発色してるコーナーとかお部屋があるじゃないですか、まあ、そういうちょっとロマンティックさをこう演出できるような場所っていうのをこう交互に使いながらちょっとずつ距離を詰めていければいいね、いいんじゃないかというような、これ効果的だそうです。皆さん、初デート暗い部屋で過ごしてください。暗い部屋で過ごすよってことだよね。もうまたそれもフーみたいな話になってますけどね、これ。だからでも次はね、どういったところに、そろそろ女の子、カップルとは違うと修学旅行の夜に恋バナするってのはそういうこと、そういうことです。やっぱちょっとね、特別な空間でね、ちょっと今、よう考えたら今日ね、実は一つ変わったことがあるんですよ。クーラー導入しました。お、なんか涼しい思うたわ。はい、映ってないですけど、ここにね、クーラー導入します。
なんであのクーラー導入ババッとちょっとしたんで、ね、ドア開きっぱなしです。やばい。結構ね、あの周りからの音がこうバンバン入ってくるんで、あの皆さんちょっと音声の方に乱れがあるかもしれませんが、あの大丈夫かな、みんな聞こえてるかな、はい、女の子これから出ますんでね、カッポして聞いてください。では、まあ、あの皆さんが早出せと、お前のお前の雑談はもうええと早いっていう字が言っていただいているみたいなんでね、あのクーラーなかったんかい、やりましょうか。ドン、女の子が出てきます、出てきます。わざわざ、このタイミングで2号艇のテル参上するというね。こあのうちの、ね、2号艇に入ってるあのテルっていう、ね、スタッフいるんですけど、テル女の子出演する日はしてあのあれです、出勤してくるんで。やばいやん。そうです、あいつ寝ろとるんですよ。やばいやん。次の金曜日絶対出勤するんですよ、あいつ。やばいやん。寝ろとるんですよ。来た、いや、もう最近の若いやつは。今日ね、あのうちの会社シフト停止日なんで、あいつだって金曜日入れてくるんですよ。入れてきますよ。これ入れてきたらもう確実にもう確信犯ですよ。では、お待ちかねの女の子登場してもらいましょうか。じゃあちょっと呼んでいきますね。しゃ、その間立石さんのワイダンで進めてください。ワイダンってエロい話ですよ。ワイワイワイダンで。ワイワイ。いや、絵文字可愛いね、これね。今から女の子出てきますよ。うん、これからまあ今日はまあ僕の近い店の女の子来るんですけど、これからどんどん毎週いい子出します。ここでは登場します。スタンバイ OK。 よし、どうぞ。よし、イエーイ。はい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 、はい、というわけでよいしょ、よこしゃ、赤青って来てるから僕黄色着とかなくなって空気読めてないな。よいしょ。ではですね、いいね、きっちり入ってるね。よし、色鮮やかになったというわけで、自己紹介の方からお願いします。はい、大阪南 RIP で働いている早坂里乃です。早坂里乃ちゃん、今年27になります。はい、同い年です。お願いします。そこなんかそこ、これ言いたかったんですよね。同い年、いいね、同い年、いいね。ちょっとね、なんかあの可愛いじゃないかい、ほらね、そうだ、分かってますやん、だから寝ろって出してますやん、足りないやん、ってね、だから出してますやん、言うてね、まあ、ほら来てる、ほらこうやってもうちょっと人数バンってすぐ増えるっていうね。リーナ、あーあ、リーナって書いてる、うんうん、いやもうね、覚えたらすぐ連呼するから、みんな覚えてもらいましたか。じゃあこれからですね、あの先週行いましたあの一問一答やろうかな。あれ持ってきた、あカバンの中、うん、持ってくるやん、ごめん、もうもう結婚してきてんで、結婚してきてんで、ちょっと手カバン出して、出して出して、でもど、わかんない、どっか行った、どっか行った、うん、まあいいか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 、まあいいや、まあいいや、みんなスケベ、いやもうスケベだらけでね、この街あのあれしてるんでね、問題ないです、全然問題ないです。じゃあですね、あらかじめにちょっと用意してるあの一問一答やっていきますか。はい、どんなこと聞いてほしいか、ちょっと皆さんあのコメントいただければね、その場でちょっと芸術をやっていくんでね、募集してるよ、あんまりにも無修正、修正必要な場合は出しませんけどね、出しませんけどね。では始めていきましょうか。リノちゃんに聞く一問一答お願いします。イエーイ。まず一問目、この仕事を始めたきっかけは。あー、なんか専門学校で大阪出てきて、まあお金ないし、とりあえずお金を稼ぎたいな、 お小遣い稼ぎ、はい、女の子はこれできるからいいっすね。立石さん、無料案内所始めたきっかけは。それは接客が好きだからです。なんか急に乙女やけど言うてること普通言うてること急に普通、おかげでほんまやもん、まあ、それが、こうそうしました。今立石さん何年目ですか。それ聞く、何年目ですか。もう10年以上経つな。いや、プロ中のプロですわ。今ね、インフルエンで一番のスケベ終わってきてるんですけど。いやいや、そう、いや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 。いや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 。何年続けてるの？もう俺はもう卒業でしょう。あ、マジですか？スケベ卒業したんですか？卒業できんすか？できるでしょ。やばいっすね。では、お二つ目に行きますね。休日の過ごし方。休日は、もう週1しか休みないんで、おう、もう家の掃除するか、お、まあ、料理はあんま作らないから、まあエステ行ったりとか、お、美容、うん、なんか自分の時間に使ってます。あ、お休み1日しかないって聞きましたか、皆さん。働き詰めですよ。こう支えてくれる人募集してます。募集してます、募集してます、ね、めっちゃ出勤多いよね、はい、いつ来てもらえる、めっちゃします、うん、そんなあの募集するというところで、あの一つ、好きな男性のタイプを。そこよ、それ好きな男性のタイプ、それやっぱこうグッてこうなるね、こうね、まあとりあえず
包容力あって、うん、まあ男らしい、うん、あと何やろ、レディーファースト。お、なるほど、うん、レディーファースト。タディさん、すでに自信ある感じ。そうです、自信ある感じ、うん、ちょっと広げて後でいきますね、これ。言うてんの、お前よ。そして、そんなあの好きな男性のタイプから、理想の告白。なんか結構なんやろ、鈍感やから、ほうほうほう、あんまり周りくどいのとかよくからんけん、とりあえずまあストレートに言ってほしいかなって感じ。直球で、直球がええかな。直球でいきますか。いやいや、直球の話聞きました。なんやらやけん、どこですか、地元。あ、岡山のど田舎です。岡山、いや、いいじゃん、岡山の方便。岡山の方便ですよ、これ。じゃあ、例えば、じゃあ理想の告白、うん、まあ、男性が岡山弁でするならどれがかっこいいですか。どうやって言うのがいいですか。なんだろう、普通なんか、うん、好きじゃけとか、もうそんな、好きじゃけ、好きじゃけ、5万円使います。その日で5万円使いますね。足らんかな、足らんな、足らんな。ではお次に行きます。ちょっとここからちょっとグイグイ入っていきますよ。勝負下着は何色。お、それ聞く。勝負下着は何色、それ聞いて答えてくれる。やっべ、答えていいの、答えていいです。なんで今向こうが燃え上がってるから。いや、燃え上がってる、燃え上がってる、いや、燃え上がってるだけに赤きた。うわー、タティさんが全身勝負下着です。えらいこっちゃ、やばい、タティさん、えらいこっちゃ、やばい、だいぶえらいこっちゃです。やばい。そしてお次に参りますね。ね、将来の夢は、将来の夢は、まあ理想は玉の腰やけど、きた。いや、でも、いや、でもリアルに言うと、なんか自分で起業したいかなって感じですね。かっこいい。なんかちょっとブランド作っちゃうとか、うん、なんか、うん、なんか自分で稼ぎたいという。ああ、いや、かっこいいですね、はい、こうなんか自立できる女性いいっすね。だからといって支えてほしい男性募集してませんよ。支えてくれる人あきませんよ。4日間とあきませんよ。支えて縁の下の力持ちが持てますから今。支えて、そしてもう一つ、お酒での失敗談は。ああ、なんだろう、もうほんまに今まであったことだったら、もうトイレで寝ちゃってて、まあ、15分ぐらいかなと思っとったら1時間2時間過ぎとって、みたいな、爆睡、もう爆睡、トイレで爆睡。タテさんどうですか。友達トイレ、うん、全然びっくりしないよ僕は。お、さすが包容力ある。タテさん包容力ある。全部許せる、うん、許せる許せる。まあ、タティさんはでも それ以外でもいろいろ逸話が多いんでね、何、まあ、この辺はあの広げないでおきますけども。では最後に、うん、タティさん、あの僕とタティさんの話をちょっとさっきも聞きましたね。山崎とタティさんはどっちって来てるんですけど、もし、デートするならば、メイン MC の僕かサブ MC のタティさん、どっち。いや、これちょっと迷いどころなんですけど、どっち。いや、やっぱりちょっとさっきすごい喉乾いてて、お、やばい、お、ちょっとね、これジュースを奢ってくれたので、心当たりあるわ。あの、立て石、うわ、やばいね。優しい。あの時、さって100円玉が出せたら俺の勝ちやったのに。そうやね。いや、ほんまそれそれ、惜しかったな。もう、もしかしてこれ、もうとっさの行動やで。もしかしてこれ、とっさのね、行動、迷わず、スパッと、もうスムーズにさっと。明日から毎日1本これ買っていきます。やべ、エレベーター開いたら置いてある状態です。お店にぜひ持ってきてください。 RIP の案内増えるぞ。持ってきて、立石ワイロ。いや、その通りですよ、ほんまに立石さんワイロ、完全にワイロですよ。はい、で、あの一問一答以上になるんですけども、あのちょっと他の質問を広げていきたいなと思うんですがですね、そのあのさっき言ってたこう包容力のある男性ってことは、ちょっとこう年上の人の方が良かったりするんですか。いや、でもあんま年齢は気にしない。気にしない。タテさんいくつですか。聞いた聞いた。タテさん今いくつですか。ジャスト40です。40歳。40歳は、あ、もう全然いけますね。タテさん、射程圏内。ジュース買ってくれる40歳射程圏内でございます。現在タテさん射程圏内。40歳あげるな、みんな。タテさんどうですか、あのちょっと玉残しに乗りたいというリノちゃんの夢叶えそうですか。いや、いけるんじゃない。お、さすが高所得取り。さすがやな、40歳、包容力。そしてタテさん、レディーファーストはできる方ですか。ああ、もう常にそこはもう、ぽいっすね。タテさん、そういうのうまそうやもんな。そういうのもうね、勉強になります。勉強になります。勉強になります。俺も40できてる。40と見てくださってるよ、やっぱ40歳。嬉しいね、ぜひ RIP へ。ぜひぜひ。で、あのその後にありました、あのお酒の失敗談やったんですけども、そう、あんまりそんななんかガンガン、その1個ぐらいしかあんまりない感じですか。そうです、あ、まあ
基本お酒強いってことにしてるんで、うん、なんか、うん、集合強そう強そう。え、でも昨日も結構飲んじゃって、結構今声ガラガラな感じ。え、これでこれ、いや、声ガラガラな感じ。結構ね、あの僕らの案内所来ても声ガラガラな話されるんですけど、いや全然ね、これぐらいの。お前も声ガラガラなるやん。僕はね、はい、喋りすぎ。日曜日に一回、日曜日、そうです、日曜日遊びすぎて一回喉ぶっ壊すんだけど。で、月火で直して、水木で取り戻して、土日で潰すっていうサイクルをずっと送ってるんでね。僕酒焼けじゃないの。これ喋りがれです。喋りやけ、はい、最近あのハスキーボイス絶対いいと思うんですけど、いいよ、人気で出てますよね、ハスキーボイス。いいよ。うん、お客さんも言いません、結構その声いいわみたいな。え、どうじゃろうな、どうじゃろうながすでにいい。どうじゃろうながもうほわーんなる。どうじゃろう、どこに住んでるのって聞いてるんですけど、みんなちょっと突っ込みすぎっすよ、それ突っ込みすぎですよ。どこに住んでるのって、そんなん聞いてやしない。え、もういい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 い、こういうの特定早いから、いい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 、もう多分今岡山の田舎ですって言っただけで地元特定されるから、もういい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 。そしてですね、あの最後に聞きました、あのデートするならどっち、うん、立石さんということでしたけども、すでに、え、そこまだ言う、理想のあのちょっとじゃあデートということで、立石さんなら、りのちゃんもちょっと初デートどこに連れて行きますか。うわあ、いいね、どこ連れて行きますか。それ聞く、立石さん、まあ初デートなんでね、はい、ほんまはあのメジャーな USJ とかね言いたいけど、それはねちょっと2回目3回目お置いとく、うん、やっぱりちょっと美味しいねお店に連れて行って、その後ちょっとバーにちょっと暗い言ってたね、暗いところにドキドキ効果、ちょっと暗いと雰囲気がいい、でちょっと外を眺めると夜景が綺麗なとこあるね。そうやったらこうお互いのことが分かり合えて、ね、次につながるかなと思う。次につながる、だってもう次のだってあの USJ の話して思ってましたもんね。そうそうそ う, そういきなりはダメ、初デートの話したのにもう3回目言ってました。いきなりはダメ、やるね、立石さん、暗いとこ、暗いとこ。やっぱあれですか、あの男性とバーに飲みに行くとかは結構いける方ですじゃん、お酒も飲めるってことは、うん、いいと思います。お、立石さん全然好き、絶対女子好きやと思う、うん、ああいうちょっとね、ちょっとおしゃれな感じの雰囲気、そうそう、雰囲気とかちょっと暗めの、何二人で盛り上がってんねん。おい、俺にもバー行かせろや。お酒飲まないですか、いいですかね。そうや、すぐ赤くなる。あんまりお酒飲めないです。あ、そうか、俺もすぐ赤くなる。実は弱いというか、そうそう、すぐ顔に出る。お酒強いってことやったんでね、どっちも潰される。いけいけ、今のちょっともう酔っ払った。いけいけもいいや。もう酔っ払ったですよ。やばい、いけいけもいいわ。もうテルがずっとそこであの何食わぬ顔で見てる。あれはもう好きやからね。あれはね、もうあの角度からずっとメス見とるからね。ほんまにもう悪い顔しとるの、ほんまに。昔の俺を見てるようだ。やばいですね、立石サラブレッド現れた。立石むっちゃ喋るやん、ありがとうございます。立石さんはね、あの女の子出た時こそアゲアゲする。いやさすが、リノちゃん来てくれたからよ、そんな、ありがとう。お、専務、あ、専務、あー、もう、あー、どんどん、あー、どんどん来ましたね。リノちゃん人気者なんでね、結構いろんなスタッフの方も見に来てくれるということで、どないですか、こうやってあの表に出てみる、こうなんていうんですか、あの感想的な感想。いや、楽しい、楽しい。いや、ありがとうございます。楽しい。緊張しませんか、うん、え、あんませえへん。うん、大丈夫。この2人がこう。多分この2人だっけじゃん。いやー、よかった。こんなん言うてもうても、あれさ、戦争ですわ。ちょっとあの、ニノちゃんがおるお店の両側に僕らの店あるんで。そうやで、挟んでんで、挟んでんで、RIP を。立石さんのところが、あの、多分そういうの多いんですね。触れてない、最近ね。外どんなんって来てるか、ちょっと外映しましょうか。こんな感じです。みんなね、みんなこっち側におるからね、うん、ちょっとあの、あ、そうそうそう、ノブさんちょっとこっち寄って、こっち寄って、ここ、ここら辺来て、この辺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 来て、この辺、この辺来て、この辺来て、この辺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 、あの、そこまで映るから、あれ？もうちょい、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 はい、はい、RIP のスーパースタッフ、ノブさんです。ノブさんです。むっちゃお腹ボリボリしてるけど、ボリボリすなって。むっちゃお腹ボリボリしてるけど、すな。というわけで、あの外の風景こんな感じで、みんなね、ここにカメラあるって分かってるから、結構みんな、うん、そこの向こうにお客さんに固まってもらってるんですよね。あの、まあ、さ、天カメ映してるとね、リノちゃん映らないで、また怒られるので、僕ら映せ映せ言って、さっきあれで、あのずっと最初のコーナーやってる時、俺と立石さん喋ってるのに、ずっと早く女の子出せ、女の子出せ、めっちゃ早く早くみたいな、お前のトークもうええねんって感じでね、めちゃくちゃ怒られていきましたけども、まあ、質問の方以上になりますが、あのめっちゃ可愛いいっぱい来てるんでね、これあの明日からちょっとリノちゃん求めて来てるみたいな人おったらいいんでね、うん、来てください。ちょっとあのじゃあ来てくれた、あの来てくれるこれからの方にちょっと一言お願いします。多分今の時間だけじゃ多分伝わってないけん、おお、ぜひお店で実際会って、
まあ喋ってって感じで、あ、もう手取り足取り、そうそう、手取り足取り、いいとこ教えて、実際会いに来てください、うん、喋ったら実際会いに来てください、言われて、待っとるけん、いや待っとるけん、やっとるけん、一番いい、タデさん、じゃあちょっと今タイムカード来てください、9時出勤もいいっすか、よし、僕9時、もういいっすか、9時退勤でいいっすよ、あ、もうどんどん進めていくよ、こうやってこの時間帯になったらね、スケベの人がだんだん増えてくるわけですよ、どんどん増えてくる、俺らも SNS でどんどん上げていくからね、そうですね、このこともね、いや、こうやってあのちょっと出てもらうも本当にあの申し訳ないですけど、今日はありがとうございました、よっしゃー、来てください RIP のリノちゃんでした。岡山弁がもう一つ聞きたい方、今日何時まで言いますか、1時まで言います、1時までおるよ、いや、やった、うわ、明日います、明日もおるで、土曜日おる、土曜日もおるで、全部おる、全部おるけ、全部おる、日曜日は、日曜もおるけ、日曜もおる、うん、全部います、全部おるけ、全部会える、RIP のリノちゃんでした、今日はありがとうございます、ありがとうございます、ではリノちゃん退席ということで、はい、よっしゃ、ちょっと待ってね、カバン持ち、よっしゃ、RIP お試し振るぞ、よし、お客さんの満足度間違いなし、リノちゃんが座ってるんです、今から1万9800円売り上げます、売り出しまーす、なんてね、よっしゃ、さてというわけで、いや、特別ゲストということで、リノちゃんでしたけど、どうでしたか、タデさん、いいね、タデさん、さっき聞きました、何おっさん2人、俺のおっさんじゃねえわ、おっさんじゃねえわ、おっさんは俺だけや、おっさんじゃねえわ、おっさんは俺だけや、まあ、こういうわけでね、あの女の子出していったわけなんですけども、もう実際横に置いてみてどうでしたか、立井さん、いやー、りのちゃんで、あの、行ってくれるうちお客さんいてるんですよ、はい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 、やっぱね、やっぱしゃべり、岡山弁、ね、もうあれにもうやられると、たけしさんだって隣ちゃうんですか、島、さあ帰ろう、待ってください待ってください、立井さん、あのコーナー行ってください、待ってください、なになになに、せやで、最後これ忘れてるで、よし、ジャタン、はい、2本目ニュース、2本目ニュースというわけで、バイバイ、いや、待ってください、ここであの速報もいろいろ出していくわけなんでね、ああ、その前に、こちら、ジャジャン、23人見てる、実際に、うん、実際に行ってきますというわけでですね、 G ちょっと切れて、本日ですね、ちょっとあの、お仕事が終わり次第、実際にスタッフがキャバクラに行きます、お、キャバクラ巡り、視察です、視察、本日予定はポニーテール、シークレットガーデン、シークレットガーデン、シレーナ、シレーナ、この3店舗にちょっと見学の方に参りまして、明日ちょっと報告ということになりますんで、というわけで、楽しみ、この3店舗に誰がどこに行くか決まってないですけどね、ほんまや、テル今日行くの、行く、即答で、やつは終電で帰りませんこういう日は終電で帰りません、うん、というわけでね、あの、実際にこのちょっと3店舗明日あのリサーチしてくるんで、ちょっとおすすめの女の子ったらピックアップしようかなと、そうや、思ってますので、明日もちょっとあの見ていただいてですね、あの、どんな子がいたか、写真が出てないあんな子、そうそう、発掘してない、そう、最近入ったあんな子、ちょっと出していきますんでね、あの、明日はあの放送が僕と飯尾さんということになるんで、ちょっとテイさんの方からはまたあの別の日にでも、こんな子いましたとか、あんな子いましたとか、最新情報待ってる人がいてるんでね、よく見てますからね、座って横についてる子以外を大体見渡してるんで、さすが視野が広い、視野は広い、さすが視野が広い、ついてる子だけこれじゃ、ま、あかんあかん、なるほどですね、ここが大切なキャバクラの極意というものをちょっと、ね、見せてもらいながらやっていこうと思いますんで、明日はちょっとこちら実際に行ってきます、やります、よし、はい、そして お待ちかね、じゃじゃーん、イベント速報ということでね、やっちゃうんですか、はい、まあ、あの、以前からお話はしていますが、フェレナ、フェレナ南ですね、おフェレナ、明日からお水着イベントです、お早いね、というわけですね、水着イベントでございます、いろんなとこが見えちゃうやつね、はい、うん、お、ちょっと水着イベント宣伝してもらえるんですか、チャック開けてるから、お、チャック、今聞きましたか、うやべ、あの変なスウェットを禁止にしてる、おやっ、ね、水着イベントでよくあるんですけどね、上からちょっとガン羽織ってるとか、ああ結構あるんですけど、ああ、全員撮ってるらしいです、やばい、全員脱がすらしいですさすが、着てたとしても、あのスーツの前はチャック開けて、あの全開でお待ちしております言うて、観音開きですよ、チャックチャック、おっぱいガンミスタイルで大丈夫ですね、これじゃ大丈夫だ、おっぱいガンミスタイルで、ちなみに明日からのビキニ、あの、はい、これいるんすか、ビキニいるんすか、います、ビキニ結構ね、あの水着イベントでよくある第2弾なんですけど、あのショーパンで出る子が多いと、あ、
それあるあるデニムのホットパンツみたいなネルが多い、うん、いやいやここはもう水着で行くと水着で行こうよフェルトの水着イベントちょっとレベル高いですからね、うんうん、でも中途半端はあかんねんてやっぱ、ね、やるときはもうがっつりやっていきたいですねお客さんを楽しませなあかんちょっとあの朝井さんちょっとおすすめの女の子の名前教えてくださいフェルトに来たらこの子みたいなハルや絶対ハル、マナちゃん、ハルちゃん、メイちゃんですね、うん、あメイちゃんいいねおメイちゃん父、うん、あの女の子なんですけどもね、うん、メイちゃんのおっぱいむーちゃくちゃ柔らかいですやばいやばいむーちゃくちゃ柔らかいらしいですよしかもそのおっぱいむーちゃくちゃ当たるらしいですよやーべーどこねこれもうそこら辺にたゆんだよ当たるんですよね当たるはいやば二の腕も感謝のカチカチですねあ僕がやってもカチカチですカチカチです本当に立石さんのカチカチがまだ今日も見れましたね立石頑張れということで頑張っておりますはいなのでイベント速報ということでねこういうのやってますんでね、はい、ぜひぜひお待ちしておりますということであなんかあのちょっとこの木金土ぐらいでお今外でですねあのリノちゃんお腹すいてるマジマジで立石さんマジでマジで何買っていきますかわどうしよう弁当あんねんけどな弁当ある弁当ある弁当あんねんけどな弁当あるって弁当あるって弁当あんねんけどな今立石さんがとうとうあの飯でもテンション下がってないかって言われてますテンション下がってないかって言われてますいやそれはさっきあれやったから女の子今は普通確かにあの女これが普通や女の子出てる時の立石さんっていうのはボルテージがここのラインからバーン言ってましたからねバーン言ってましたから、まあ、そういうのはやっぱありがちなことですよ ねわかりやすいわかりやすい、うん、というわけでですねあのイベントの方もこうやってあの行ってくれるわけなんで月末どんどんちょっと皆さんの来年を ね、はい、心待ちにしたいなと、うん、最近ねちょっと立石さんの方でも僕の方もそうなんですけど結構あのお客さんの方入りも良くてですね5月の末を感じさせないいい感じの流れになってるかなとグイ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 街はまだまだ眠ってないなというところでこうやって女の子に出てもらったんで皆さんもっとこう目的を持ってきてもらえればどんどんもうどんどん紹介昨日もね雨でも関係なくそうですうん、立石今日はよく寝れるやろって言われてますよよく寝れるやろいつも寝れるわいいつもね爆睡しておりますよ、うん、立石さん遅刻しませんから、はい、もう昼に目覚めるからな、うん、あ おじさんやから目覚めるの早くして、うん、いやまあ目覚ましてんでも起きるからさすが立石さん大丈夫ですねあの朝昼晩もあの元気ということでねそうそうそう、はい、ではあのインフォメニュースでしたよしいややっぱねこう女の子出てくれるっていうのはやっぱ素晴らしい環境ですねやばい、はいちょっとこれ来週も楽しみだねいやそうなんです来週の金曜日はねちょっと飯尾さんのタイミングで見ていただくんですけども今あの30人に視聴者数が達しましたありがとうございますすごいただ今30人に増えた瞬間ってことは今入ってきた人なんですけどもうすべてキャバ嬢終わりましたすいませんあキャバ嬢終わっちゃったすいませんキャバ嬢もう出終わりました終わっちゃったよここで、ちなみに来週金曜日は、また別のお店でちょっと以前にもですねあの取り上げましたあの気になるあの子でやったあのちょっと女の子をピックアップしようかなと。お、いいよ。ちょっと金曜日なんでね、あのちょっとお仕事の兼ね合いで出せるかわかんないですけども。それ同伴とか。そうなんですよ。他のまあはまあ花の金曜日ということで、ねうん、ちょっと華やかな女の子、リノちゃんに負けない女の子出していこうかなと思いますね。まああのまた今度ですね、あのちょっとリノちゃん見たい赤いの服の人、喧嘩強そう。喧嘩レベルいちゃいますよこれもう、うん。ヒーローですからね。うん、ええ、ギリのみぞ動くっていうね。実は立石さんあれですもんねあのこのマッチョな体であの人を押さえつけたりとか人を殴ってたりしませんからない心優しきおじさんだよねだってこの間もなんかあのなんか携帯でね、はい、こう名前入れたらなんか占いみたいなあってあ、はいはい、昨日たまたまあっちですからねあっちの聖なるヒーローですまあ今日はねこの聖なるヒーローとあのリノちゃんをお迎えして放送していきましたんでねいやよかった今日は3人の皆さんありがとうございます明日はですね8時から、雑学を言うと使える話と使える話と、増刊号に増刊号は何でした、増刊号はですね1時から、1時からですね、5リーグネプチューンの5ボンバーというのをちょっとやっていくんですね、はい、もう揃わなもう、はい、スタッフ5人でちょっとやっていくわけなんでねで、はい、それが揃わなかったら揃わなかったら罰ゲーム罰ゲームが怖い罰ゲームやりますからねまあ来週の罰ゲームもちょっと用意しながら今週はまだ罰ゲームバンバン芝居でいこうかなもっとハリセンはい思いますんでね、はい、あれ実はキーンってくるからそうです結構当たりそうになってよぜひ金曜日よろしくお願いします、ではまた明日さよなら